賞金ランク上位の小玉と石井が人気を集めていますが、その人気ほどは差のない接戦、激戦が予想されます。1番地元河津町の鈴木みのりが5番手の位置。地元バンクでこれだけのメンバーを相手に戦うというのは大変大きなことです。勝って地元の皆さんと喜びを分かち合いたい鈴木みのりであります。6番手4番の尾崎睦美が上がっていく。獲得賞金ランキングのこともありますが、自分らしく小細工なし、真っ向勝負で勝利をつかみに行きます。さあ上がっていった4番の尾崎、それに続いていくのが6番の細田真奈美、内は2番の石井博子、そして3番の児玉も外に外しています。4コーナーからホームストレッチ、赤番前ですが早くも動いています。3番の児玉が石井の外、そして7番の内村がいて、アウトコースには4番の尾崎、その外から1番の鈴木みのりが動いていく。さあ2コーナーからバックストレッチ、まもなく誘導退避、ここで3番の児玉が行きました。さあ打鐘から先行していくんでしょうか。3番の児玉葵、2番手が2番の石井博子、アウトコース1番の鈴木みのり、それから7番の内村がいて、後ろから5番の高木真紀美が上がっていった。残り1周、先行は3番児玉葵です。さあ2番手アウトコースが5番の高木、インコースが2番の石井になっている。2コーナーからバックストレッチ、逃げる児玉、児玉逃げる、2番手並走はインコース2番の石井に分があるか。3コーナーから2センター、まだ児玉逃げている、2番手踏み出す2番の石井博子、4コーナーまた児玉先頭、外から石井だ、石井博子だ、石井博子。まずは完全優勝おめでとうございます。ありがとうございました。さあ本当にたくさんのご声援今日もいただいておりましたが、いかがでしたか。そうですね、緊張したんですけど声届きました。もう本当に決勝戦のメンバー本当に豪華だったんですけれども、その中での優勝というのはお気持ちいかがでしょうか。そうですね、今日は本当に楽しみたいという気持ちで走って、苦手な三々バンクもちょっと克服できたかなと思います。まあ、決勝戦なんですが、スタートを取ってからレースはどう考えていたんでしょうか。そうですね、今日は本当に面白い展開にしたかったので、どんだけ前行けるか勝負と思ったんですけど、児玉さんにすぐ前に入られましたね。ただ番手ついていてどうでしょうか。そこから4コーナーから直線かわせるっていう感覚はありました。ちょっとバックでは足がいっぱいだったんですけど、これはもうご褒美優勝です。ただ現在ここまで4場所連続で優勝しておりますが、お客様が期待するところはここから年末の大一番ガールズグランプリに向けてというところですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、グランプリもう一回頑張りたいです。力強い言葉をいただきました。では最後にたくさんの方に残っていただきましたファンの皆様にメッセージをお願いします。本日もたくさんの応援ありがとうございます。まだまだレース続くのでぜひ応援よろしくお願いします。見事優勝いたしました石井博子選手でした。おめでとうございます。では表彰式へと移らせていただきます。ミカリンこと記念撮影をしています。